おはようございます、こんにちは、こんばんは。おいたかるです。はい、今日はですね、スーパーファミコンミニというのをですねやっていきたいと思います。正直ですね、はい、あのファミコン世代で、はい、そのスーパーファミコンミニというのを聞いて、はい、でこれ今本体見たんですけど、はい、カセット差し込むんじゃないんだっていうことにまずびっくりしてね。そうです、あのゲームをやってた頃から、はい、20、30年の月日が流れて、はい、いろいろと変わっておりまして、私かなり不安でございます、はい、スーファミはやったこと、スーファミは持ってましたよ。持ってた、持ってましたけど、うん、そんなにやってない。やり込んだゲーム RPG とか結構やったね、はい、あとマリオとかスーパーマリオとかはやったね、はい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 、あとあんまりやってない、自信ないね。麻雀プロがそのゲームをやったらどうなってしまうのか、はい、やっていきたいと思いますので画面切り替えてください。ちょっと一回やっていい？でもストリートファイターは言うてルールそんな変わんないじゃん。言うてね、変わんない変わんない、言うてカプコンっつって変わんない変わんない、言うてね、ほらほらほら、あもう一緒だよ。スーパーがついているから。スーパーバトル、何わかんない、スーパーバトルって何、知らない、ちょっと生きてみます。1人用どれ、じゃボタンの操作がわかんない。お、お懐かしいですね、これエドモンのホンダ知ってる。ちょっと待ってください、あれベガ使えます、これ違う、こんなやつ違う、これボスだよ。ボスですね。ボスを使えてどうすんの。いやもうボス使って全員倒して。マジで、はい、あでもこのキャラ知ってますよ。一回主人公ですよね、さすがに、さすがに、ね、人として、人として竜ですよ ね、はい、でこれはあれですか、メーカー DJ 誰ですか、これ知らん。こんなやついなかった。ちょっと僕も分かんないんですよ。お違うな、違うか、違う。まさか最初のステージ黒星がつくなんてことは絶対にあってはいけない。あれ？アドモーション。アドモーション。まあ一回練習してる。アドモーション。このドン可動拳ね。はい。アドモーション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 。はい。地味。あー出せねえな。まあここら辺はね、ガン波動拳じゃないんで出してるのは。何が出してるんですか。今だからガンガン波動拳とか。はいはいはい、はい、弱い波動拳だからチュンリに飛び道具ねえから。波動拳こっちの時代が。アドーケン。おるやん。ジミン待ってたぜ今俺。おい。おるや。弱い者同士頑張ろうぜ。やられてる。やられてる。まさかの2ステージ目。驚きですよ。やった、驚きを隠せないですよ。これはね、はい、まずいっすね、はい、配信しちゃいけないレベルだよね。これは多分、ね、全カットまである。アドモーション、アドモーション、嘘でしょ。出してね、出してね、出してね。アドモーション、アドモーション、アドモーション。あと20秒っす。アドモーション、アドモーション、アドモーション、一応勝った。セコ技、セコ技です。でも最後出たでしょ。バン昇竜拳。バン昇竜拳。バン昇竜拳出ましたよ。これは有名なか強いのか、なん誰？これ知らないんですか。知らないです。いないです。誰？キャミー。いないいないいない、キャミーいない。いないですか。え？キャミーっていうね。うん、何？だいぶセクシーな、セクシーな感じ。セクシーなの？ほとんど服着てないよ。本当だ。アドモーション。アドモーション。アドモーション。
めっちゃ言うやん。ハドマンケン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 。確かにな。ハドマンケン。パーフェクト。誰だよキャミ。本当に初めて、お初めまして。キャミさん初めまして。本当ですよ。ハドマンケン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 。波動拳ミスター波動拳ミスター波動拳昇竜拳出せねえな。 Z を描く昇竜拳結構得意だったのにな。昇竜拳を破らぬ限りお前に勝ち目はない。ないっつって昇竜拳出してない出してない出ないよね。あ、来ましたよバイソン。あ、知ってるボクサー。あのジャンプストレート、あ、じゃあダッシュストレートみたいなのが効くのよ。そうこれ早いな。おー、でもピュってんのこれ早いっすね。昇竜拳みたいに波動拳みたいに。うぜえうぜえこいつ。パンダッシュパンチしかしてこないじゃん。波動拳波動拳ダッシュしかしないのよ。ダッシュしかしてない。ダッシュしか来ないのよ。ずっと波動拳出してるだけなのよこっちも。確かに。うん。すごい。セコイとかないから。格ゲーにCPU 戦にセコイとかないから。マジで。クリアが大きすぎだから。なるほど。クリアしてもなんか微妙さ。じゃあこんな動画を見たことないテロップみたいなあんじゃん。はい。え、ちょっと待って。何？あ、これも見えますか。タルも割れってこと。あ、なるほど。タルになんか盛り。あ、なるほどな。あれ若干違うでしょ。できねえんだよ。出せねえんだよ。ダメだ、できねえ。これなんか技。あ、これドンキーコングじゃないですか。でんでれんでんでれん。まさかここでドンキーコング。ドンキーコングのタルだったんだ。ジャンプかじゃ。来たぞ。こいつ誰？あ、これバルログ。バルログ？カナミ。あ、そうそう、こいつこいつこいつ。このベアクロボーズマンみたいなやつ。カナミです。あれカナ？あ、カナミカナミ。アドモンケン、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 アドモンケン。うふ、強い。アドモンケン、アドモンケン。で、ピッ。アドモンケン。マジか。こいつ対空。おお、やべ、マジか。ちょっと削られるんだよ。俺こっちにいるとき波動拳出ねえ。あ、ありますよね。一P側二P側得意な方向。ありますよね。このコントローラー出ねえぞ波動拳。アドモンケン、アドモンケン、アドモンケン、対空相打ち狙い、いけるね。いきました。いけたね。次がサガットかな、多分。あ、そうですね。四天王。サガットね。対空みたいな、なんか波動拳みたいな上下で飛ばしてくる。オッケーオッケー。完全に。アドモンケン、はい。アドモンケン、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 いや、あ、アドモンケン、やーれー、あー、もう出しちゃうよじゃ、出ない、あー強い、ちょっとこれはサガットが強すぎます、はい、サガット強いです、アドモンケン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 。アドモンケン、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 ひたすらこれだけで勝ってない。アドモンケン、アドモンケン、ノンノンノン、ラグ。やばい、あ、やばい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 。あ、でも大丈夫か、この距離なら。アドモンケン、
それはついに着地狩りついに来た。やっと、やっと来ました。波動拳、波動拳だけで来た。ありがとう。ついに、ついに来ましたよ。ベガ、ベガ、ベガ、よし来いよ。なんじゃ、波動拳、波動拳、アドロンケン、アドロンケン、これアドロンケン、やっちゃ、対空持ってね、なんなの、なんなの、なんなの、さすがラスボスですね。なんか 4連4回ぐらいヒットしました、うん、あー、着地の昇竜拳さえ打てればな、こんなやつ、僕にあのレバーさえあればえ、アドロンケン、攻撃力が高そう。迎え受けられたら、んーですか、それは。アドロンケン、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 いやダメだ、対空ができない。アドロンケン、うわぁ、強い、強いっすね。出せたの今、絶対だな、お前ら、うわぁ、最後の昇竜拳狙ってしゃがんでこうなっちゃうやつ。昇竜拳出ないっすね。出ないね。なんでだろう、出せんの、ちょっとなんかやってみたいな、うん、やってみる、ちょっと一回、一回です、ちょっと一回ちょっと待ってな、いいよ、チームスタッフに変わるから、スタッフがこれで昇竜拳バリバリでベガをクリアしちゃうっていう動画はすげえ面白いから一発で、マジで、そんな面白い企画ねえじゃん、こんなの。そもそも、うん、僕ストツそんなやってやってねえ、やってないです。多分 LR です。確かに出ない。もう出てない。出た。あ、やっぱ出てる。出るけど、これ難しいです。難しい。これじゃん。大井さんよくやりましたね、これで。本当だよ、これクソ難しい。スーファミのコントローラーなんてやんねえからこれね、うん、無理っす、無理でしょ、マジで。いや俺バカットゲーム昔上手かったもん。これでも大井さん分かりました、うん、僕ね、うん、左にいないと技が出ない気がします。あー、出てる出てる。でも単発の技は通じねえから。確かにこれはね、そして向きがバッとめっちゃ強いし、これ無理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 でしょ。あ、でも今キャンセル技出た。あー、ピュってる。よし、よし、あ、やばい、次あるのよ。まだまだまだ。勝った、勝ってる。ちょっと待って、ちょっと待って、勝った。これでスタッフクリアは超面白いよ、これ。だって僕カメラにも映ってないっすから、ね、ああああ超面白いから、ちょっと待って、このこれでクリアして、マジ面白い。なんでだよっていうのも面白い。ほらほら、あそっか、先打ち気味だな。あー、でもやばい、わーすげえ、ちょっとね、あ、何が強い、あ、うわこれ強え、強えな、ちょっと、あっ、大丈夫だ、失礼しました、すぐ始めろ、すぐ始めろ、弱波動拳だけでやってみようかな。波動拳、波動拳、波動拳、あ、でも、あ、でも、お、あ、これはまず、うれ、まず一丁。あれでもこれめっちゃ強かったじゃないですか。今のいける、今の俺いける。これいけますよ。今の俺いける。これいけるっすよ。頼む、取らしてくれ。調子乗んなよ。うわ、いきなり調子乗ったの？あどうせ、あどうせ。
攻めた方がいいんじゃねえか上から。そうでもねえ。今足当たった？当たるんだ。タイウマの。いやまだ1対1ですから。確かにまだ行きます。はい、まだ行きます。さっきの1試合目の僕思い出せ。ちょっと当たり癖をね。当たり。お、あ、来た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 よ。これぐらいにして。なんで当たんだよ。まあまあまあまだまだまだ。お、行った。勝った。勝った。シャワー流剣で決めました。最後は勝利。ありがとう。やりましたね。ありがとう。ちょっとね、最後は決めようと思ってね、狙ってました。最後だけはね、昇竜拳。なんだ。表彰式らしいですよ。こんなにこんなのあるんです。え、何？競技だったの？龍がいないそうですよ。え？一体どこへ？違う違う、俺どそういうものだったの？なんか悪を倒して確かに正義の味方なんじゃなくて、これなんかコンテストみたいだったの？天下一武道会みたいな。龍でもどっか行った。そう。ベガもちゃんと2位であそこに立つの？確かに。しかも3位下がったんですよ。よし！クリアできた。クリアしました。みんなありがとう。クリアしました。最後。昇竜拳でちゃんと決めましたからね。いや正直クリアできないかと思って、はい、できないかと思いましたけど、意外とできるもんですね。40分ぐらいかかりましたよ、はい、でも大した時間じゃないでしょ、そんなもんは。はい、やりましたよ。てなわけで、はい、一回締めますか。はい、これ全部どういう動画になるかわかんないですけど、一旦今日はここまでで、またね違うゲームにチャレンジしていきたいと思いますので、はい、今日はありがとうございました。ということで、また見てね。